ミニストップが覚醒してた、こんにちは、100円娯楽でーす。つい先日、セブンイレブンのおにぎり値引きについて見解を述べましたが、そんな動画をアップした夜にふと思い出したこと、そう、それはミニストップの存在。というのも、4年前、ミニストップの100円おにぎりを紹介する動画を投稿しまして、それを今更思い出したんですけど、じゃあミニストップでいいじゃん。ということで、ミニストップに到着しましたが、そもそもおにぎり100円は4年前の情報をさすがに値上げしまくったこの世界で、ミニストップだけ据え置きはないでしょう。ほら、ご覧の通り、包装おにぎりは全部100円娯楽では買えません。明太マヨネーズも98円、卵チャーハンも98円、わかめご飯も直火チャーシューも98円。え、ミニストップでよくね。しかも後ろを振り返ったパンコーナー、ずっしりりんごデニッシュ、カレーパン、メロンパン、ミルクチュロッキーは全部100円。ミニストップでよくね。さらに普通のシュークリームもメロンシュークリームもチーズスフレも全部100円。本当にミニストップでよくね。もちろん値下げしてくれたセブンイレブンさんに感謝はあります。ただここまで安いとセブンが嬉しい値だったらミニストップは尊敬してねぐらいの規模感。確かに日本一周で新潟に行った時にミニストップがイケもないことに驚きを隠せなかったぐらい店舗数はないけど、これから頑張ってほしい。だがしかし問題はクオリティ、安いだけでは毎日高級食材を頬張ってる僕の声出した満足するはずがありません。ということで、直火チャーシューおにぎりを購入して実際に食べてみましょう。そのお味がこちら、ミニストップ最強。